では練習問題いきます。まず丸1番、頂点 A から BC への垂線を引きなさい。今出てきたのは頂点 A と BC だけです。だから頂点 A と BC だけを見ればいい。極端な話をすればそれ以外のもの消していいです。頂点 A と辺 BC への垂線って言ってるんだから、A から BC に向けて、垂線を押せばいい。針を A に刺してくるん。で、2箇所で交わるはずなので、ここに針を刺してくるん。くるん。これで A から BC への垂線が引けるはずです。で、次は2番。辺 AB の垂直二等分線。これも、今出てきたのは辺 AB だけです。であれば注目すべきは辺 AB だけ。これもまあ極端に言えばそれ以外のものは見なくていい。これの垂直二等分線を書きなさい。なのでまず B に針を刺してくるん。同じ長さで A に針を刺してくるん。で線を引けば辺 AB の垂直二等分線が引けるはずです。で次まず3番。角 CAB の二等分線。角 CAB なので、角 CAB の順番で進んだ時にできた、ここの角度のことです。ここのまあ二等分線を引きなさい。なので、A に針を刺してくるん。交わったところに針を刺してくるん。くるん。で、線を引けば、角 A の二等分線が引けるはずです。